新婚生活始められてもどれぐらい経つ、はい、入籍したのが3月で、それからかな、だから4、5ヶ月ですかね。どうですか、一緒に生活されて。そうですね、僕はあんまそのうるさく言われて嫌だなっていうのもないけど、多分あの言ったことをちゃんとやってくんねえなって多分結構怒ってると思いますけど意味はしてないんですけど、はい、言ったらちゃんとやってくれますよ。いや全然嫌嫌じゃなくて、はい、あやるやるっていう感じで、うん、言わないと、はいはい、なんかこう一緒に生活されてみて、この新たに気づかれた点とかってあるの？なんだろう、新たに気づいた点、でもなんか想像通りな感じでした。よくも悪くも。喧嘩とかはされるんですか？どうですか？喧嘩ではないんですけど、なんかヒロヤがお腹すいた時と眠い時はもうすっごい分かりやすく機嫌が悪くなります。自覚あるんですか？いや、ありますね。お腹空いた時は特に我慢できなくなりますね。ああ、もうお腹空いたんだなっていうか、子供じゃん。ブログっていうか、その当時 K1 のオフィシャルサイトの中で、まあ、週に1回更新するコラムをやってたんですよ。で、そこに、ファンの人たちからコメントっていうか、はいはい、まあ、メッセージみたいなのが送られてきて、そのサイトのスタッフの人からこうまとめて送られてくるんですけど、はい、でそれの中でコメントをくれてて、はいはいはい、で、あの当時流行った全略プロフィールとか、ね、わかります？とかをあの貼っつけて、あコメント、アピールが激しかった。アピール、でも見てたでしょ。それまあまあまあ、僕もあの、アピールって恥ずかしいじゃん。今日はタイガと僕の両親が家にご飯を食べに来るので、これからアイホと一緒に買い物に行きます。はい、行きましょう。買い物とか普段もよく一緒に行かれるんですか？行くよね。うん、そうですね、比較的結構買い物2人で行けるときあるよね、うん、行くことが多いね。うん、一緒に考えたりね、何でしょうか。うん、ご飯もあまり商品作るしね。そうだね。なんでちょっと今半笑いだった。たまにはやりますよ。アピール。アピール？どうぞどうぞ。やっほー、お疲れ様。うわ、すげえ。おい、おい、ぷーちゃん、お土産。ヒルヤには iPhone みたいな子じゃなきゃダメだからっていうのもあったんですよね、実際に。でやっぱあの幼稚園の先生やってたり、いろいろまあ人の面倒を見るのが好きなタイプの子だから、あ、いや、ヒルヤは幸せになるけど iPhone はどうかなって思いながら、あのだから iPhone が幸せになってもらいたいから俺たちいくらでも協力するからよっていう、だからもう自然的にもうバックアップにつくことになってるんですよね。あの実際そうだよな、ですよ。いや本当、あのカメテレビじゃないからね、カメラじゃないからね。
いやもう本当可愛いですよ、あの娘もいるんですけど、今同級生っていうのもあって仲いいし、本当にお嫁さんっていうか、もともとやっぱね、あの若い頃から知ってるから余計かもわかんないけど、うん、娘が増えたような感じで、なんか本当優しくて、お兄ちゃんのことももちろんそうなんですけど、お兄ちゃんの周りの人をなんかすごい大事にしてくれてるというか、あのこうやってご飯も今日だけじゃなくて、よくこうやって自分の選手だったり自分もそうですけど作ってもらったりして、みんなでご飯食べたりしてて、すごいな、ジムのなんかおかみさんみたいな感じですね、今。嬉しい、頑張る頑張るわ。あとあれだよね、早く孫見てえなって思う、ね、うん、ね、動画で言ってたじゃないですか、廊下で、いや、あの動画で、ああ、子作り、めっちゃみんなに言われました、ひろやくんの発言さ、めっちゃ面白かったわまあまあまあ、火の打ちどころがねえよな、ただリアクションがちょっとでかいかなってまたリアクションがでかいんで、うちではリアクション大魔王って呼んでるんですけど、あのそれがまあ可愛く見たとこもあったそうで、あ、そう大魔王ってなってるやつじゃない、まあそんだけなんなんか、まあまあ、まあいい子だなってのと、あとお姉ちゃんと仲いいから、うん、逆にひろやが悪さすりゃお姉ちゃん経由でも俺らの耳には絶対入ることになってるんで、多分こいつは逃げ場ねえぞみたいな、そうだよ、だからヒラは覚悟しといた方がいいと思う、大体アイホちゃんの味方だから何があったら絶対みんなは自信はちょっとありますね。具体的にこういう形が目標っていうよりは、まあまず自分がをしっかりすることが一つ一番大事なことだと思いますし、まあ、それで僕は、まあ、選手としてっていうよりはこうジムをまとめる立場として、まあジムの選手たちがもっともっとこう団結してやっていけたらジムとしてもすごい強くなるし、まあ選手個々の実力もアップしていくと思うし、ジム全体のこう選手として人間としてみんな成長できると思うので、まあそういうふうにしてって、大きな家族のようにやっていきたいなっていうのが、まあざっくりとした目標ですね。はい。うん、まあそのためには、アイホの存在がすごい力になりますし、まあ選手とかからもすごい信頼が大きいので、僕に言えないことをアイホに言ったりとかそういうことも結構あるので、力になってもらいながら、周りの力を借りてやっていきたいなって思ってます。